今日はかっけー焦るなかっけーお前さいはーいよはいできました私の家計数えきれないよどうしたイカルマすみませんすぐに取り掛かりますあれなんでもありませんわスルメをバカにあすぐに戻りますね誰おいおい物騒だな久しぶり鬼どうなさこれ違いますお父様とおかああそうだよ俺には飛燕をつ飛燕は俺が本当は俺がお前さえいなければすみませんだったら取ってみろよくそくそ俺は小学生どうだお兄様お気をつけてイカルガさんどういえあ待って私たち5人って家族みたいなものだうわイカルなんか悲しいことなんか嬉しくて泣いているんですはあ今日の修行も疲れたなでも弱音を吐いてちゃいられないもっと強くならなきゃもう終わりか？ホムラちゃん、どうしてもエビジョの人たちとは戦わなくちゃいけないのかな？戦わずに済む方法ってないのかな？これは隠れ結界？感じる。一人かなりの数の忍びが辺りに潜んでいるこれで邪魔者は入ってこないあっ、ホムラちゃんおとなしく超秘伝忍法書をよこせさもなくば校内にいる生徒は皆殺しだ関係ない人たちまで巻き込むのどうしてそんな汚いことを汚い当たり前だろ忍びっていうのは汚いことをするもんさ違うそんなの忍びの道じゃないだったら忍びの道ってのは何なんだそれはその私にもまだよくわからないんだけど今はわからなくてもいつかちゃんと言えるようになるから言えるようになんてならないねなぜならお前はここで死ぬんだからさっきから感じているだろう部下たちの気配をどうするどうしたらいいのアスカさん一人対大勢ってのは感心しないねみんな来てくれたんだねよしやるよおっと
頂戴しますね。当たり前ですわ。ホムラちゃん、お前たちなかなかやるじゃないか。どうだ、ヘビ女対半蔵、一対一でやらないか。一対一？ああ、アスカはもちろん私とだ。分かった、いいよ。どうせならもっと広い場所で戦おうじゃないか。お前たちもその方がいいだろう。校内の生徒を気にしなくて済むだろうし。それじゃあどこで戦うの？とりあえずこれを読め。手紙？私たちのそれぞれ行くべき場所が書いてある。これは行くしかないよね。